原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、村瀬歩です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、ウェンティ役の村瀬歩がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組です。初ソロ MC でして、なんか不思議な感じ。いつも僕がね、MC に参加してから今何回ぐらい経ったんだろう、6回5回ぐらいかな。結構毎回参加させてもらってるんですけど、大体いつも前野さんが必ずいて、で前野さんにおんぶん抱っこになってたんで、一人だからなんかちょっとふわふわした不思議な感じですね。78回目、フォンテーヌ皆さん進めてますか？僕はぼちぼち進めてるんですけど、びっくりしたね。いろいろとあれがあれでびっくりして、ネタバレとかってしていいの？嘘でしょ、いいの？大丈夫なの？フリーダのキャラクターにもびっくりしたんですけど、ファデュイダメかな、いいの？いいんだ、ファデュイだったんかいお前って、そうなんかって、いろいろちょっとびっくりがすごくあって、でその知ってしまったびっくりな気分のままゲストの方をお迎えできるっていうことで、どんな気分みんなこれ聞いててこれ本当に大丈夫な、まあなんかあんまこういう風にね言い過ぎてもあれですけれども、いやなんか魔人任務もすごく進め応えがあって、で直近だとね、イベントのキャラクターの音声はついてなかったんですけど、なんかめっちゃどこかの地方を思わせるような雅な言葉遣いで喋る人の癖が強すぎて、そこのなんかイベントのね、なんかストーリー読んでる時も、あなんかフォンテーヌってこういう喋り方だっけ、いや違うよな、こいつらだけだよなみたいな、ちょっと不思議にね、一人でお家でツッコミを入れたい気分になっておりましたが、そんな僕の心もぐちゃぐちゃにいろいろとかき回しているフォンテーヌのキャラクターを演じる方が原神ラジオ初登場ですということで、そろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして、原神ウェンティ役の村瀬歩です。では早速ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。どうも、リネ役の下野浩です。よろしくお願いします。初フォンテーヌゲスト。待ってごめんごめん、なんかね、台本をいただいた段階だとさ、なんかもっとこう結構元気な感じで台本では書かれてるからさそう進めるんかなと思ったら、なんかすごい、なんだろう、もっと静かめにやんなきゃいけないのかなっていう気持ちがあって、今俺の中で結構衝撃を受けたんだけどいやだってさ、最初なんかもうこのテイワット放送局の言い方もさ、なんかめっちゃ音楽に合わせてるやん、すごい合わせた感じだったからさ、なんか俺もちょっとなんか奥ゆかしい感じでいかなきゃいけないのって思ってドキドキしててさ、今どういうテンションでいけばいいのか分かんなくてさ、惑わせちゃいましたか。あとマジで初ソロ MC なの？そうなんですよ。そうなんだ。初ソロで、なんなら最近なんですよ、MC になったの前にこのラジオも78回やってるんですけど、そうだからずっとやってんのかと思ってた。違うのね。違う、だから違うのね。僕もまだ掴みかねてるそうなんだ。つけた、変わっていくのね。なんか、メインの MC の人は一応その前野さんと、あとパイモン役の古賀ちゃんと、あと主人公のソラ役のホリエルの3人が回してることが多いんですけど、その中で、僕60ぐらいからもう合流してたみたいな全然嘘ついてました全然初心者気分で言いましたけれども、すいません、何回か記憶がなくなってんのかな。なくなってる、ね、なくなってきません？なんか僕最近記憶なくなってくるんですよね。まあでも回数って分かんないよね。いや分かんなくなっちゃう、本当に。分かる下野さんは全部肯定してくれるから、何でも放り投げても優しさが無限大なの、ね、基本的にそんなに否定する人じゃないからね。はい、ということで、今回ね、原神ラジオ初どころか、そうですよね、もうほぼほぼリニ自体もね登場して、
いやもうほやほや中のほやほやで、ほやほやですよ。どうですか、なんか、いや、まずキャラクター紹介の方からした方がいいのかな。まあなんかあの公式の方ではですね、フォンテーヌで名を馳せる天才魔術師、その巧妙な手品と言葉で観客たちの心を動かすということですけれども、はいはいはい、むっちゃ喋ってますよね。むっちゃ喋ってます。むっちゃ喋ってだからもう本当大変が起こってる。言わせてもらっていい、本当最初台本もらって、ああなんか結構そのメインのになったりとかするキャラクターですよっていう説明だけは事務所からもらってたの、はいはい、し、実際に収録する時にもスタッフさんから聞いてて、聞いたけど、いやでもその台本本当にね事務所からもらっただけの段階で、めくってもめくってもリネっていう言葉が消えなくて、あの月収の台本って、あの自分が喋るところの字をね太字にしてくれてるんですね。太字にしてくれてる。もうね、そうだからどれぐらいのなんかそのメインなのかと思ったら、メインぐらいのメインでメインだし、あとなんていうのかな、一つのセリフ、だいたいあの一センテンスごとにこう分けられて、こうリネリネリネって振られていくんだけど、その数少ないんだけどね、あれあれ俺これ1ページ喋ってるなと思って、センテンスは4つぐらいなのに、あれ俺1ページ喋ってんなっていうのが、ところ狭しと文字が並んで、そうそう、でやっていけばやっていくほど、リネとね、あとまあリネットと、まあフレミネっていうキャラクターがいるんですけど、あのねこのねリネットとフレミネがね、あの喋るんだけど口数はどちらかというとあのそんなに多い方じゃないんだよね。どちらかというと2人ともあのベラベラ喋るっていうよりかはちょっとこう静かめな、そうね、感想なんかやっぱ言ったりとか、そうそう、イントロデュースはしても、そうそう、あの主にリネがやっぱ、そう、そう基本的にはそのなんだろう、僕たちはこういう思いでっていうそのあのチームの思いを伝えたりするのもリネだし、あとこれあの今回のことはこういうことがあってとか、なんか例えば何かの物事を説明するときも全部リネが説明して、旅人だから君によろしくお願いねっていう風に言うっていう役だから、いや、 やっぱ話術に長けてるんで、話術に長けてんだろうね。あのね、すごい現実世界でも MC だし、現実の世界でも MC やらされてすごいよ。そうなの。いやでもやっぱあの話のテンポもそうだし、でフォンテーヌは我々旅人にとっても新しい地域だから、全然わからないことだらけの時に、リネが喋ってくれるとすごいわかりやすくて助かりますよ。ただね、そう、その文字数が多いのもそうだけど、一つもう一つ思い出した。何？特にそのなんかその自分の本当の心情だったりとか、はいはい、そういうのを話すと時はそうでもないんだけど、それ以外に関してはちょっとあの最初下野さんが持ってった喋り方よりも、下野さんあのセリフがいっぱいあるからちゃんとこうじっくりこうね伝えようと思ったら、あすいません、あのリネは話術に長けているのでもう少しペース配分をって言われて、ペース配分、悪魔の言葉が来ましたよ。若干自分が思ってたよりもちょっと早めに喋っていただけ、文字数が多いので早めに喋っていただけるとっていうのがあって、ああそういうディレクションが、そうそうそう、なるほどね。まあ、でもなんかあのぐらいの話速でも、こうタラタラタラっと言ってもやっぱ言葉がちゃんと立ってるから聞き取りやすいし、そう、別になんかねそのすごいめちゃめちゃ早口っていうキャラクターではないけれど、でもやっぱりね、説明したりとかいろいろ事柄をね、はいはいはい、その説明する上でやっぱずっとこうゆっくり喋ってると、旅人の皆さんがちょっとね飽きちゃったりとかする可能性もあるからっていうのがあって、ね、そうそうそう、配分を含めて、そう、だしそこにこう感情豊かにいろいろ起伏をつけてくださいっていう要望もあって、めちゃくちゃもう大変ないろんな要素を、だからもう話術に長けてるっていうのは多分そうなんだろうね。そういうことなんだろうね。しかもさ、恐ろしいのがさ、優れた表現力を持ってて、いやこれね、これ結構ね声優泣かせの言葉ですよ。話術にだけ優れた表現力を持ち、そう、そう、優れた表現力を持つんだけど思考は猫のように読み取りにくい。だから尻尾をつかませない感じのね。そうそうそう。いやでも素晴らしい。あ、どうでした、実際にそのお芝居してみて、このリネのなんかあこういうところチャーミングだなとか。あでもそれで言うと、結構そのなんだろうな、一見というか最初、会った頃とか、結構人懐っこそうな雰囲気があるなと思いつつも、なんかきっとあるんだろうこの子って感じさせたりとかする部分もありつつ、俺の中ではでもね、その彼自身がものすごくこうなんだろう、全部が全部を嘘ついてるっていうよりかは、誰かのためにこうそういう風な喋り方をして、ちょっと嘘っぽいかもしれないけど、そういう風にすることによってその人自身が
なんていうのかな、より話しやすかったりとか受け入れやすかったりっていう風なことをやっているだけで、うん、彼自身は特になんかこう何か嘘をつくとかっていうことはしない、うん、嘘つかないで黙るっていう、あ、それを言わないっていうのを彼はもうあの手段として用いてる、ね、なるほどね。なんかそこも含めてちょっと魔術師というか奇術師というかそういうところが ね、うん、そうだね。いやでもここからネタバレタイムだよ。言わなきゃいけなかったよあなたの正体はちゃんと。でもでも俺でもじゃない。でもでも俺の中ではね、うん、あのやってて、まあもちろんなんだろう、うん、理念のことをねいろいろ知っているからっていうのもあるけど、うん、はいはい、でも理念自体はその旅人に対して旅人をなんかこう騙そうとか旅人を裏切ろうとか そういう思いは本当にないんだなっていうことだけはこれだけはお伝えさせて。そうだ、いやあのね旅人はみんなそれを多分分かってるの、うん、だけど、うん、もうあのストーリー進めていくごとにどんどんファデュイとかまあアビスとかもいろんなね許せない部分が出てきてるからお前マジでふざけんなよっていう気持ちにやっぱなっちゃうのよ、どうしてもちょっと。でもそうなったっていうことは、うん、うん、なんていうのかな、まあある意味、うん、まあ原神のスタッフさんの思惑に術中にみんなハマったってことだよね。まあ思うツボなのよ ね、 そうね、やっぱそう。だからリネのところだけ読んでると、うん、別にリネ自身はなんかこうそんなにうん、うん騙そうみたいな雰囲気はないんだけど、ね、原神のスタッフさん側からするともうそれはもうしめしめといやそうだ、だってびっくりしたもん、うん、すごい本当に それはねすごいわ。いやでもめちゃくちゃ人気ですよやっぱり。いやね、うん、ありがたい限りですね。もうあのすごく日常的に楽しく使わせていただいてますけど。いやいや、よかったよかった。じゃあちょっと改めてですね、うん、下野さん演じるリネのキャラクター実践紹介動画というのがございますので、はい、見ていきましょう、はい。